ヘンリー・マーティン・リーランド。ヘンリー・マーティン・リーランドは、アメリカの2大高級車ブランドとして知られる、キャディラック・リンカーンを創業した自動車技術者。バーモント州で生まれたリーランドが、食器工場の見習いをしていた1861年に、南北戦争が勃発、北軍に志願したが、若すぎるという理由で拒否された。ちょうどその頃南北戦争によって増産が必要にも、かかわらず、工員不足に悩んでいたスプリングフィールド兵器会社から誘いを受けたリーランドは同社に移籍。銃器の世界では早くから行われていた精密工作による部品の企画化の重要性を肌で学んだ。その後コネチカット州のコルトの工場などで経験を積んだ後、1870年に友人のフォークナーと共同で自分の工場を立ち上げ、精密工作機械の製造、販売に乗り出した。リーランドが自動車製造に手を染めるきっかけになったのは、ランサム・オールズが経営していたオールズモビルがリーランドの工場から歯車を仕入れていたことである。はじめは歯車のみの仕入れだったものが、オールズモビルの工場が火災に遭い、エンジンもリーランドの工場から仕入れるようになった。オールズモビルのエンジンの出力は3馬力とされていたが、彼が培ってきた精密工作技術によってエンジンを製作したところ、設計そのものには手を加えなかったにもかかわらず 3.7 馬力を出したという。1902年、精密工作の権威として名が売れていたリーランドは、ヘンリー・フォード・カンパニーのチーフエンジニアの職を打診される。この会社はその名の通りヘンリー・フォードをチーフエンジニアとしていたが、大衆車を目指したいフォードと高級車志向の出資者との対立から、フォードはこの会社を辞していた。フォードは、翌年フォードモーターを立ち上げている。リーランドのエンジンは精密であっただけでなく、コンパクトでリーランドは手で持って部屋に運び込んで見せたほどだった。感銘を受けた出資者は、フォードの後釜として、リーランドをチーフエンジニアとし、フォード設計のシャーシに、リーランドのエンジンを乗せた車両を製作を始める。リーランドは自身の名前を社名とすることを断り、デトロイトを開拓したフランス貴族の名を推奨。会社はキャディラックと改称し、その名にふさわしい高級車の製造に乗り出すことになる。キャディラックのチーフエンジニアとなったリーランドはそれまでに培った精密工作技術によって、マイクロゲージを基準とした自動車部品の互換化確率に尽力する。自動車部品の互換が不能だった時代には、自動車が故障するとその車に合わせて、パーツを特注せざるを得ず、修理には大きな手間暇を要していた。自動車部品の互換が可能になることで、世界中どこで壊れようと同一部品に交換するだけで修理でき、自動車修理にかかる時間が大幅に短縮できるようになった。自動車部品の互換化による恩恵はそれだけでなく、生産性向上にもつながった。つまり、部品が互換可能になれば別工場で大量に部品を作りだめすることも可能になったからである。後にフォードモーターが流れ作業による大量生産を確立できたのも、自動車部品の互換化という前提が存在したから、ゆえと言えるだろう。リーランドは1909年にキャディラックをゼネラルモーターズに$450万で売却したものの、第一次世界大戦期までキャディラックの責任者としての役割を果たした。1917年、リーランドは航空エンジン生産の是非をめぐって GM 首脳と対立して辞職、新たにリンカーンモーターカンパニーを立ち上げた。リーランドは南北戦争に志願した時と変わらず愛国者であり、GM が戦いを支援しないことに我慢がならなかった。そうしてリンカーンは戦時中、航空エンジン、リバティエンジンの生産を行った。部下はリーランドの名前を付けることを要望していたが、リーランド自身はこの時もそれを断っていた。戦争が終わると高級車を生産した。質の高い大型車だったが、第一次世界大戦後は、不況の影響もあり市場は変わって高級車の時代ではなくなっていた。リンカーンは経営破綻し1922年にはオークションによりフォードモーターに買収された。自動車産業界の歴史の中においても破格の安値だったと言われている。技術者であるリーランドはフォードの下で総支配人として残った。フォードもリーランドの高度な職人芸を維持した。以降はフォードモーターの高級車ブランド名として存続しその名を現在に伝えている。リーランドは1932年に89歳で亡くなっている。ヘンリー・リーランドはデトロイトで死去し、ウッドミール・セメタリーに埋葬されている。ありがとうございます。